こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はねこれです。じゃん、東京マルイのねガスボロバックエアソフトガングロック19じゃなくてまあこれを使うんだけど、これです。この粘土特殊グリスとシールテープとね、これでガスブロバックエアソフトガンのチャンバーパッキン周りの機密を取って初速がどうなるかやってみようっていう動画です、ね、で以前もねやりましたけど、この手の動画これです。バスボンド Q を使ってねやりました。でチャンバーパッキンと、まあ、インナーバレルに結構溝が切ってあって、そこからね機密が漏れるんで、バスボンド Q なんか使ってチャンバーパッキンとインナーバレルをしっかり機密を取ると初速が上がりますよっていう動画を出したんですよね。でこのバスボンド Q ってちょっと除去するのが大変だったりするんですよ。なんでメンテの時、チャンバーパッキン交換したいとかっていう時に取るのがちょっと大変だったんで、今回はねこの東京マルイの電動ガン用の高粘度特殊グリスとシールテープを使ってで似たような機密取りをやってみて、どんな効果があるのかやってみようかなと、そういう動画になります。こっちの方がねお手軽なんでね。これはこんな感じのシリコングリスとの2本ずつのセットで数百円で買えると思うんですけどね、電動ガン用って書いてありますけど、まあシリコングリスは普通のシリコングリスですしね、結構用途使い勝手はあると思います。でシールテープはもうホームセンター行けばこんな輪っかで100円ぐらいで買えますんでね、うん、そんな感じです。で今回登場していただいたガスブローバックエアソフトガンはこれです。じゃん、東京マルイの対象年齢18歳以上用のガスブローバックエアソフトガンで、当チャンネルのリスナー様沢田良一様から提供していただいたお品物になります。まあ、トリガーと、フロントサイト、まあ、リアサイトもかがカスタムしてあるんですよね、うん。まあ、これを使ってね実験をやっていこうというところです。現状の初速を測ってから、やってみようと、ガスは東京マルイのガンパワー、 BB 弾はギャロップの正分解バイオ 0.2g 使ってます。で外気温が 24.6 度、マガジンの温度は 26.8 度ですね。この状態でじゃあノーマルの初速を測っていきます。65.8、 なるほど、 66.8 なの、 64.82、 65.36、 65.75、 かなりも安定はしてますけどね。ちなみにホップは全くかけてません。うん、こんな感じです。65、66.8、64.8、65.36、65.75、まあ東京マルイのねガスブロバックエアソフトガンの箱出しのまあ性能とこんな感じかなというところです。まずねインナーバレルまでチャンバー周りバラしました。チャンバーパッキンを外していきます。でポイントがね、この縦のね切り欠き、チャンバーパッキンにはこの縦の溝にはまる部分もあるんですけど、ここがね結構圧縮漏れやすいんじゃないかなと。あとはここの縁の部分でシールテープでこの縦の溝を全部塞いじゃって、あとは隙間になりそうなところに高粘度特殊グリスを使っていくと、そんな感じで作業していきます。よいしょ。まあバスボンド Q だとどうしてもこうメンテナンスの際チャンバーパッキン変えたいよとかっていう時に除去するのが大変だったりするんですよね。でもこの高粘度特殊グリスとか、まあ、シリコングリスでもいいんだろうけど、だとあのアルコールとかベンジンでちょっと流してやれば完全にきっちり脱脂できますんでね、そういう部分で便利かと思います。今これ溝の部分高粘度特殊グリスで埋めました。でチャンバーの内側にグリス入るとうまくないんで、入らないようにスッと入れてやってね。縦の溝のグリスは除去しなくてもいいんですけど、まあ余分な分はちょっとこう拭ってやってね、あとここきっちりグリスが充填される状態になってますけど、であとはシールテープを巻いていくんですけど、ホップチャンバーが結構きついんで
かなり精密にタイトにできてるんで、こう一周するだけなんですけど、こうやってねちょっと伸ばしてから使ってやるといいと思います。この溝の部分で重なるように僕は一周だけ巻いてやります。うん、こんな感じですか。で一周まず巻いて、一周だけでもいいかもしれない、2回こうやってやっちゃうととてもそのきつくなっちゃう可能性もありますんでね、まあよく引っ張りながらやってやるといいと思います。うん、こんな感じですか。これです。うん、この状態で、まあこの切り欠きをねここにこう合わせてやって、あとは元の通りにチャンバー組んでやって、しっかりねこのビス止める部分はしっかり止めてやってみたいな感じで組み直していきます。機密を取って組み直したんで、またね初速測っていきます。 25.4 度ですね、外気温は。 BB 弾は同じです。はい、マガジンの温度が 25.9 度ですね。ほぼほぼ状況変わらないという感じなんでやっていきます。緊張しますね。やっていきます。お、71.5。 あ、なるほど、まあこんな感じか。うん、71.87。 なるほど、いいね、だいぶね。 71.6。 なるほど、 70.6。 おお、 70.25。 なるほど、これで5発打ち切りですね。こんな感じです。65.6だった初速が70をちょっと越してくると、71.87だね。で徐々にまあ初速を折っていきますけど、こんな感じでちゃんとね機密を取った効果は出るんで、うん、まあいいですよね、なかなか。うん、こんな感じになってます。でせっかくなんでこれ今ホップかかってないんですけど、ホップをギューッと最大までちょっとかけてやってね、これでねもう一回やってみよう。5発測ってみますね。うん、ホップが今度最大です。まあ機密取り後ですね、打っていきます。 73.9。 なるほど、まあそうだよね、 73.53、 73.39、 72.31、 73.18 と、73.9、 65.6 だった初速がこんな感じでね上がってくるとね。で 73.53、 73.39、 72.31、 73.18 と、こんな感じになってます。うん、なんでね、まあ10まではいかないんですけど、7から8メーターパーセカンドの初速ちょっと上がってきたなと。ホップ最大でノーマル状態で測ってないんで、まああれですけど、うん、ホップなしで65だった初速が、まあ、71.2 になるわけですからね、こんな感じの結果になりました。はい、いかがだったですか。ね、もう知ってるよって人もまあたくさんいると思うんですけど、まあガス風呂でね、ほんのちょっとなんて言うんだろう、パーツ入れるまでもないけど、もうちょっと初速あったらいいのになとかね、そういう時にこういう方法が便利かなとは思いました。うん、インナーバレルは純正でいいんだよと、ただもうちょっとねプラスアルファ欲しいって、60台じゃちょっと切ないよっていう感じの時にねやってみるといいかもしれないです。こんな感じかな。まあ、ただその気温によって全然変わってくるし、あとはチャンバーパッキンのねへたり具合によっても全然違うんですよ。なんで新品状態だとあんまり効果が出にくいかもしれないですよね。うん、この辺は一式メンテナンス道具として持ってるとね、何かと役に立つんでいいんじゃないかなっていうところで、まあ以前やったバスボンド Q はね、これはもういよいよかなりダダ漏れの時に使うといいと思います。うん、例えばマガジンのこの中のオーリングがダメになってて、でオーリングの替えもないと、そういう時とかねにいいと思います。うん、チャンバーパッキンも例えば古いモデルでチャンバーパッキンの替えがないとか
汎用性のないチャンバーパッキンだとかっていう時には役に立つんじゃないかなと思います。こっちはどっちかっていうと本当最終手段的な使い方で使うととても効果を発揮すると言いますかね、僕は古いガス風呂のマガジンの修理には本当対応してます。こんな感じですね。ということで今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。打とうかね。打つべし打つべし打つべし。リコイルもな心なしか良くなったような気がしねえかです